この枝分かれ、これね、気管と血管です。気管と血管も同じ比率で分かれるので同じ形になるんです。これ気管と血管別ですよ。でも同じ形になります。はい、同じ比率で繰り返すから、我々の体ね、血管、これも同じ比率で繰り返していくんですよ。はい、我々 の、 あの DNA の中にですね、これ地球2周半するわけですよ、つなぎましたら。我々の DNA、あんなところにですね、この構造が含まれてますかというと、含まれてません。じゃあ、どういう構造、どういうことをあの DNA が言ってるかというとですね、同じシンプルな規則を繰り返せって言ってるんですよ。だから同じ比率で分かれていくんです。で、必ず先は細くなりますよっていうのも決まってるんです。はい、この比率っていうのは 1:1.618 という比率で全部繰り返していきます。はい、そういうことなんです。つまり何が言ってるかというと、循環というのはですね、つながりを意味します。はい、一部と全体はつながってるんです。はい、我々知ってるって言ったじゃないですか。一部と全体がつながってる。じゃあなぜ、ね、どっかにがんがあります。がんがあるのが血液で分かるんですか。おかしくないですか。ね、我々はこれをもうね、認識してるんですよ。同じ体じゃないですか。ね、一部と全体つながってるわけですよ。なんでがんが血液で分かります。それはつながってるから、循環してるからっていうことなんです。衝撃を受けました。最後は感動で終わる講義をありがとうございますと称賛されたセミナーで、看護ケア向上に役立ちます。こちらのセミナーが書籍になりました。 Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口総司ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。最後すごいいただいてありがとうございます。なんか変の根拠を持って観察したいです。はい、ありがとうございます。はい、なんとなくおかしいって感覚からバイタルサインがつながって視点が変わりましたということで、はい、バイタルサイン何回も生きてる合図なんですよ。看護ケア向上のためのバイタルサイン、これもう言ってしまうとこれなんです。病状増悪の兆候を見ましょうと、この兆候を見抜けなければいけないんです。それが出るのがバイタルサインなんです。だからこれをヤバイタルサイン、これね本当に使われてる言葉ですからね。病状増悪の兆候を見つけなきゃいけないんですよ、バイタルサインで。もうちょっとしたらショックになりますよ、今その前段階ですっていうのはですね、バイタルサインに出るってことなんです。ここを見抜く、これがですね、看護ケア向上のためのバイタルサイン。あの上司に報告に行ったわけですよ。急変があって、谷口急変はないっていうこと、そういう言葉で片付けるの、お前がこの急変の兆候を見つけられなかっただけだ。それがね、今でも心に突き刺さってるんです。だからです、このセミナーにつながってるんです。心理っていうのはですね、シンプルにできてるんですよ。呼吸と循環しかしてません。ね、収縮と拡張しかしてません。だから、この心理に近づいて、これが学べば学ぶほどシンプルになるということなんですね。こうやって、今まではですね、みんな、難しい方に行ったんですけども、他人たちは違います。シンプルにシンプルに。なので、こういうことをやってる人いらっしゃらないと思います。これをですね、新世界と表現しました。新年新世界セミナー谷口総司です。バイタルサインっていうのは、血圧、脈拍、呼吸、体温なんだと。はい、血圧っていうのは、エネルギーである、それはですね、量と抵抗でできてるんだよ。この2つだけなんだよっていうことなんです。直の定義はですね、この2つのどちらかの破綻なんですよ。つまりこれどういうことかっていうとですね、もうカテゴラミンリリースがされてる時はですね、アクセル全開なんですよ、ね、アクセル全開でやっと今の血圧だったり脈拍で維持してるわけですね。循環を維持してるところなので、一つでも狂うとですね、ショックに行きます。バランスでこう保たれてたのが、もうアクセル全開になって全開になってっていうのがカテコラミンリリースなんです。この状態がこのプレショックってなり、そしてこれをヤバイタルと呼んでいます。脈拍、血圧、体温、そして霊感を伴うになったらもうショック寸前です。はい、地球というね、この循環の中に我々は生きていると、これで言うと呼吸は1分間に18回です。じゃあそれを倍にするとどうなりますかっていうとですね、はい、36になりますね。36は体温なんですよ。我々はずっとつながりの中で生きているということなんですね。こうやって覚えるとすごく楽じゃないですか。18のずっと倍ですよ。これが正常値ということになっていきます。お弁当を作りながら見ています。ワクワクしすぎてますありがとうございます。はい、そういうのができるのもですね、このオンラインの良さですね。